皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。陰謀論者さんの無能ということで、陰謀論者さん、Facebook のスパムメッセージを信じちゃうということで、やっぱり陰謀論者さんって情弱だったのねということで、これかなり有名な陰謀論者さんですけれども、今ですね、Facebook にスパムメッセージが流行ってるんです。もう全然適当なスパムのアカウントがですね、あなたの Facebook ページと あなたの Facebook アカウントは商標権侵害につき永久アカウントをバンしますみたいな。で、異議があることはこちらにみたいな、そのリンクはスパムアカウント、スパムリンクなのに、そのだから、いやもうこんなもん、すぐ見れば、あ、これスパムだなってすぐわかるんですよ。だって全然アイコンもないし、なんかゲスト123とか、そんな名前のアカウントで、しかも、Facebook を見れば、もうみんなこれ、こういうのが来ててスパムだよねってわかってるのに、本当にだから情弱なんだなと思って、いや、陰謀論を信じちゃう人はスパムアカウントを信じちゃうってことですよ。いや、だからやっぱ本当に情報リテラシーがないっていうか、だってもう明らかにスパムなんですよ。誰が見てもスパムなんですよ、これ。これですよ。重要なお知らせ。一部の投稿が当社の商標権を侵害しているため、あなたの Facebook ページとアカウントは永久に削除される予定ですっていう。こんなもん、スパムに決まってんじゃん。アイコンの写真もないし、なんかゲスト5575ってなんだよって、そもそもその商標権の侵害って何の、当社って誰だよみたいな話ですし。こんなもん、いや、スパムだなって言ってるのにですね、この有名な陰謀論者さんですよ。超有名な方ですよ。この方にいいねしてる人たちってみんなバカなんですかってことがバレちゃいましたよね。スパムメッセージじゃないですか。もう1秒でわかるじゃないですか。いや、これはスパムじゃないかもなって思わないですよ、あんなの。普通のネットリテラシーや普通の情報リテラシーがあれば。だけど、結局、こんなくだらない、こんな明らかなスパムメッセージをあれ、私やばいかもって思っちゃってる人は、やっぱり結局、情弱のリストになるんですよ。だからそういう人は結局、陰謀論を信じちゃったりとか、デマを信じちゃったりとか、チェーンメールを回しちゃったりとか、投資詐欺に引っかかっちゃったりとか、そのどうしようもない、陰謀論者医師に引っかかっちゃうんですよ。だから、こいつの言うことを信じてるやつは全部、スパムメッセージも見分けられない情弱だっていうことが、分かってしまったということで、皆さん、いかに陰謀論者さんが無能か、スパムメッセージを信じちゃったら、この人たちが信じてるのは、スパムアカウントのメッセージも信じてるんですかっていう、情報源はさ、もうロシアとか中国とか北朝鮮のさ、で、フェイク動画とかに簡単に引っかかる人たちってことでしょ。投資詐欺とかも簡単に引っかかるってことでしょ。いやー。本当に真剣にこの人はもうアカウントがバンされちゃうと思ってるんですよ。いや、スパムでしょ。スパムですよ。こんな秒でわかる。そんなこともわからないで。いや、なんかなんちゃらかんちゃら陰謀だとか、社会の真実をとか、日本の真実をとか、世界の真実をとかって言ってるし。いやー、もう大笑いです。本当皆さん、だから陰謀論を信じている人は情弱で、もう本当にスパムメッセージかも、の見分けもつかないようなやつが、世界の真実が日本の真実がとかって言ってるってことですよ。皆さん、こんなバカな人間を信じてるあなたたちもバカですよってことになるから、本当にこういう人の言うこと、スパムメッセージを見極められないような人の 言ってることを信じない方がいいですよ。この人、スパムメッセージ何でも信じちゃうってことですよ、この人。ね、だからこの人の情報源はロシアのフェイクニュースとか、北朝鮮がね、なんか日本をね、あれするために適当に作ったデマのニュースとか、そういうのも信じちゃうってことでしょ。青 ですよ。本当に皆さんね、陰謀論者はいかに無能なのかっていうこと分かりましたね。こういう陰謀論者の言うことを信じちゃダメです。情報源はスパムメッセージですからってことで、皆さん気をつけていただきたいなと思います。